ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。大型水槽でも使えるでかくて強力な冷却ファンを見つけたので紹介させてください。冷えすぎ防止のサーモ内蔵型もあります。僕が買った冷却ファンはこちら、日装から発売されております、クールサイクロンビッグサーモフラスビッグ。まずは仕様とスペックを語らせてください。共通して対象淡水専用適合水槽120センチ、若葉40ミリ以下、ガラス圧2以下20ミリ、消費電力4ワット、高度長 1.3 メートル、原産国中国です。ビッグは幅 14.1 センチ、奥行き10センチ、高さ7センチ、価格2657円。サーモプラスビッグは幅 14.1 センチ、奥行き10センチ、高さ7センチ、価格3939円でした。特徴としては120センチまでの大型水槽に対応の冷却ファンです。サーモプラスビッグは約26度で自動停止するサーモ内蔵型冷却ファンです。水槽に設置するだけで強力な風を送り、水槽の水温を約4度下げることができます。またフレームレス水槽、分かり水槽どちらにも簡単に固定可能で、オンオフの切り替えがしやすい中間スイッチ仕様です。使用方法としては、水槽の枠部分に本ピンを差し込みネジで固定します。飼育水の蒸発による水位の低下が著しくなりますので、定期的に水の補給を行ってください。最後に注意点としては、屋外の観賞水槽には使用しないでください。ベランダやバルコニーに湿気の多い場所も含みます。また水や塩分などがかからないようにして改造して使用しないでください。本ピンはほとんどが合成樹脂製品です。汚れなどの掃除は水を絞った雑巾で行い、シンナーベンジン、金属ブラシ、化学雑巾は使用しないでくださいとのことです。まずは製品の外観から見ていきたいと思います。日装水槽用冷却ファン、強力送風、夏場の水温管理の必需品、水槽温度を簡単クールに、クールサイクロンビッグ、魚水草を快適に約4度水温を下げる、枠割り水槽にも、ビッグサイズでパワー冷却、120センチまでの大型水槽に対応、そして中央には本体が見えます。側面でございます。フレーム水槽、枠割り水槽に両対応、水槽にネジで簡単に固定できます。取り付けできる枠割り水槽は40ミリ以下、取り付け可能なガラス圧は2から20ミリです。裏面でございます。淡水専用。特徴としては約4度下げる冷却ファンです。フレームレス水槽、分かり水槽、どちらにも設置することができます。オンオフの切り替えしやすい中間スイッチ付きです。ただ、飼育数の蒸発による水位の低下が著しくなりますので、定期的に水の補給を行ってください。冷えすぎを防ぐ際には、別への NHD070 クールサーモ100をご使用ください。右側には設置している様子が載ってます。安全にお使いいただくためにということで、警告と注意書きが書いてます。屋外の観賞水槽には使用しないでください。水や塩分などがかからないようにしてください。改造して使用しないでください。シンナー、ベンジンなど、また金属ブラシ、化学雑巾は使用しないでください。取扱い説明書と保証書が入ってます。右の方には仕様が書いてます。こちらは日装から出ております。続いて日装水槽用冷却ファン、オートマチック強力送風、サーモスタット内蔵型、オンオフ自動切り替えで水槽温度を簡単クールに、クールサイクロンサーモプラスビッグ、魚水草を快適に約26度で自動制御、こちらも中央に本体が載ってます。あとは同じことが書いてます。特徴としては約26度で自動停止するサーモ内蔵型冷却ファンです。こちらも日装から出ております。それでは開けていきたいと思います。イデオクールサイクロンビッグサーモプラスビッグオープン。似てるね。まずは取扱説明書でございます。クールサイクロンサーモプラスビッグ、安全にお使いいただくためにということで、警告と注意書きが書いてます。改造しないでくださいとか、直射日光の当たるところに設置しないでくださいっていういつも通りの記載です。各部の名称ということで、イラストと名前が書いてます。こちらは水温センサーがついてます。下の方には仕様が書いてます。適応水容量は60から205リットル。冷却能力は運転温度27度、停止温度25度。特徴としては水温を2から4度下げる効果があります。サーモスタットを内蔵した冷却ファンで、水温が27度に達するとファンが駆動して水温を下げようとして働きます。水温の下げすぎを感知して25度に達するとファンが停止して、それ以上水温を下げようとはしないです。およそ120センチの水槽で水温上昇を抑えることができます。水槽を置いている室内の内水効果もあります。水温制御ってことで、水温上昇は27度制御できるわけではなく、27度を超えると冷却ファンを駆動し、温度上昇を抑制しようとします。例えば、水温度が32度以上や高温耐性の場合は能力が低下する場合があります。要は、ファンのみの場合は25度を下回ってもファンは止まらないんですけど、これは25度を下回ってもファンが止まるようになってます。ヒーターサーモスタットの使用についてってことで、ヒーターとファンを同時につけてると、ファンが運転したままになってしまいます。なので、ヒーターを使用する場合は25度以下の設定にすることをお勧めします。ご使用方法ってことで、固定ネジを使って固定パーツを固定します。その後ファン本体を上から差し込みます。そしてセンサーを水槽の中にセットします。その後ジャックに AC アダプターを入れてファンを動かします。ファンの角度は約45度の角度で左右どちらにも調整できます。動作の確認ってことで、水温が26度前後の場合はファンによる送風がない場合があります。27度付近になるとファンが駆動し送風します。25度付近になるとファンは停止します。故障かなと思ったらってことで、水温が28度以上になる、水温が24度以下になるって時にどのように対処すればいいのかってのが書いてます。なので最初は説明書を読んで
で対処するといいかもしれません。珍しく説明書が分かれています。こちらはクールサイクロンビッグ、警告と注意書きは同じです。家具の名刺のイラストはここにセンサーが書いていないです。使用は60から205リットル、約4度下げます。あと下の方には写真が載ってます。特徴としては約4度下げる効果があります。別売りのファン専用サーモスタットか内蔵型モデルをお使いいただくと温度管理がさらに簡単です。注意書きとか動作の確認とか、あと全部同じことが書いてます。続いて本体、左ビッグ右サーモです。 AC アダプターだけ箱に入ってます。大きさとかは全部同じです。手のひらと合わせるとこんな感じ。めちゃくちゃでかいってことはないです。中央には黒いファンがあります。指が入るぐらい結構大きい隙間が空いてます。固定パーツに取り付けるパーツは透明です。横から見るとこんな感じです。結構分厚いね。もう片方の側面はこんな感じ。すごくシンプルだよね。裏面はこんな感じです。ファンがしっかり見えます。メーカーによってはファン隠してるやつとかあるんですけど、これはしっかり見えるね。かなりでかいファンが入っているので冷却能力が高そうです。本体底部の中央からコードが伸びてます。ここはあらかじめ接続されてます。重さは軽いです。めちゃくちゃ重いってことはないです。重さを測ってみます。 137.1g です。サーモスタート付きも測ってみます。こちらは 156.7g です。サーモの分少し重くはなっているんですけど、水槽の上に乗っけるもんなんで軽くなってます。こちら固定パーツです。とても大きいです。パーツはたった固定ネジだけです。これを回してやります。固定ネジの色は白です。そして少し太いです。こちらが AC アダプターと中間スイッチです。コード長は 1.3 メートルなので少し短いかなとは思います。端子はいつものやつです。ただ日槽もこのプラグ動かないです。例えばこんな感じで、隣同士で挿したら、もう一個コンセント潰しちゃうんだよね。中間スイッチはこんな感じです。押してみます。あ、これはいつも通りのやつです。右側がジェックスなんですけど、ジェックスコードがすごく細いんですよ。だけど日槽は太いので耐久力が高いと思います。間違ってこう踏んづけた時にね、これちょっとやられる可能性あるんですけど、絶妙な太さなので脱線することはなそうです。こちらがサーモプラスビッグです。こちらはただサーモスタットが付いてるだけです。センサー水中に設置というシールが貼ってます。よくあるサーモスタット付きのヒーターと似てるね。このキスゴムが付いてるので、これで固定します。キスゴムはちょっとふにゃふにゃしているので、もしかしたら耐久力悪いかもしれません。ただそんな一年中使うものではないので、これぐらいの吸着力の方がいいかもしれませんね。あとは全部同じです。裏にファンが見えていたり、白いボディ、固定パーツや AC アダプターも同じものが入ってます。実は今年に入って初めて冷却ファン開封してるんですけど、このサーモスタート付きってどういうのがあるのかなってのを知りたかったんで購入しました。なんか大掛かりなさ、やつついてんのかなと思ったんですけど、これだけでいいんだもんね。すごい便利だな。並べてみました。左から日槽クールサイクロンビッグ、サーモプラスビッグ、ジェックスのアクアクールファンビッグでございます。こうしてみると大きさそんなに変わらないね。日槽すごくでかく思えたんですけど、ジェックスのビッグと比べるとそんなに大きさは変わんないです。ジェックスはこのファンだけなんですけど、日槽は固定パーツに取り付けるパーツがついてます。ファンの枚数はともに7枚で同じ大きさです。だから冷却性能はそんな変わんないかもしれません。あとジェックスは本体にスイッチがついてるんですけど、日槽は中間スイッチです。排気口の穴の間隔は日槽の方がでかいです。背面はこんな感じ。こうしてみると日槽の方がすごい穴が開いてるんで熱がこもりにくいと思います。背面の全体像としてはこんな感じ。サーモ付きはコードが一つ伸びてます。重さは変わらないです。固定パーツこんな感じです。左日槽右ジェックスです。大体同じだね。両方とも大きいです。ただね、日槽は白いネジでジェックスは透明なネジです。でジェックスはね、同じ素材でできてるんですけど、日槽はね、ちょっとネジだけちょっと違うかな。だけど硬いとか柔らかいとこではないので削れる心配はないと思います。だからすごく似ています。どうやら日槽も防水ではないようです。なので水がかからないように注意が必要です。サーモの寿命はわからないんですけど、ファンの寿命はおよそ4000時間です。だから24時間ぶっ続けで使うと1年以内には壊れる可能性があります。それでは設置していきたいと思います。まず固定パーツを水槽の枠部分に設置し、固定ネジで留めます。固定パーツのネジが水槽の内側になるように設置します。上から差し込んで、固定ネジを回して固定します。多分これあんまりやりすぎると傷つくんで、やりすぎないようにします。安定感は結構あります。次にファン本体を固定パーツに差し込みます。ファン本体は中央に溝があるので、この溝を合わせるように入れます。注意点としてはこんな感じで軽く差し込むだけだと安定感が悪いので、下までしっかりギュッて差し込みます。そうすると結構安定感があります。組み立て完了しました。45センチオールガラス水槽です。サーモンは水槽の下の部分に取り付けるのが望ましいようです。多分ね、冷たい水温は重さがあって下の方にあるんで、下につけないとね、正確に水温が感知できない可能性があります。安定感は2つともとてもいいんですけど、これ押し込む時にちょっと力がいります。120用ですけど、めちゃくちゃでかいってことはないので、とても使いやすいと思います。続いてフレームの45センチ水槽に取り付けました。欠点が1つあります。それはこのネジです。今私みたいにこうゴム手
手袋があればね、簡単に動くんですけど、手が濡れた状態だとこう滑ってね、うまく回せないです。ジェックスの場合は固定パーツと同じ素材でできてるんで、結構こうすごく回しやすいんですよ。だから手が濡れててもすぐ回せるんですけど、これちょっとネジが違うんだよね。それでは稼働していきたいと思います。スイッチオン。お、早いね、意欲は。おー、強いわ。こう水面かなり揺れてるよね。わかりにくいと思うんで、角型スポンジを水面に浮かべてみたいと思います。こんな感じです。ファンの回転速度はかなり速いです。上から見るとこんな感じです。ここはこう渦を巻いてますね。そして反対側はとても弱いです。水面は水しぶきが出るほど揺れることはないので、水草水槽でも使えるんじゃないかな。音は普通です。めちゃくちゃうるさいってことはないです。ここすごく振動してるんですけど、ここの近くもちょっと振動を感じます。威力が強いので仕方ないんですけど、少し振動によるストレスは小型魚にあるかもしれません。ジェックスのビッグに切り替えました。左端の角型スポンジも少し動いてます。全体的にこっちの方が水面揺れてますね。だから多分ね、ジェックスの方が威力強いです。横から見るとこんな感じです。若干ね、日装の方が高さが高いです。だから水面との距離が近いのはジェックスです。あとの違いは日装すごく速いです。こんな感じでね。もうすぐついたり消えたりします。一方ジェックスは、こんな感じでちょっとね、時間かかります。ちょっと威力見てみます。あ、これね、ジェックスだわ。これジェックスです。これはね、手のひら全体に風が強く当たります。こっちのね、日装はすごく柔らかいんですよ、風が。こっちのファンはね、広範囲に風が当たります。だからね、やっぱりね、強い方ジェックスです。音はそんな変わんないです。はい、今音を聞いてもらいましたが、そんなに変わらないね。ジェックスの小さいタイプはキュイーンと音が鳴るんですけど、このビッグタイプはね、でかいので、その音がないんですよね。ちなみにニスはレギュラータイプっていう、もうこれよりね、もうちょっと小さいやつが売ってるんですけど、私がチャームで買った次の日にね、在庫入ったんですよ。だからちょっとね、タイミングが悪くてレビューできなかったんですけど、もしね、これがでかすぎるなって感じる方は、その小さいタイプを買ってもいいと思います。今感じたのは、このジェックスってね、空気を真下に送ってます。この真下すごく揺れてるじゃないですか、水面。で、こうね、波紋が広がってますけど、一方日装はこう波紋がこんなに広がってないですよね。ジェックスはブオーっていうパターンで、日装はこうふわーって当ててるみたいな、そういう違いがあります。毎回忘れるんですけど、首が45度、あ、こんな感じでね、動くんだ。なるほど、ここで止まります。でガチガチガチってのがあって、3段階あるね。 1,2,3、 そしてこっちも 1,2,3。 ここ微調節はできないです。ここ決まってます。ガチガチガチって感じね。ジェックスはこんな感じで7段階なので、うん、こっちの方が、待って、風をガラス面に当てることで水温の下げすぎも防止できそうです。続いて60センチ水槽にサーモがないタイプを取り付けました。冷却能力を見るためにサーモがないタイプを取り付けてます。この状態で翌日どれぐらい水温が下がったか見ていきたいと思います。何も設置してない水槽も用意しました。一つの水温計で水温を見ていきます。現在の部屋の気温は20度です。どれぐらい下がるか楽しみだね。翌日でございます。まずは何も設置してない水槽の水温、17.5 度です。続いてビッグを取り付けた60センチ水槽、15度です。まとめるとこんな感じ、約 2.5 度下がりました。やはりファンが大きいので冷却効果は高いと思います。続いてサーモプラスビッグを取り付けました。現在の水温は15度です。すでに AC アダプターをコンセントに接続してます。ポチッとな。あ、いかないね。大丈夫です。ちゃんとサーモが働いてます。だから水温の下げすぎが怖い方はサーモ付きを購入するのもいいと思います。先に欠点を言うと AC アダプターのプラグが動かないです。例えばこんな感じで取り付けようとしたら取り付かないみたいな。ここは動けばコンセントを干渉しないので少し惜しかったです。あとネジ頭がとても硬いです。だからここでずっと回してると指が痛くなります。ゴム手袋とかしてればいいんですけど、こう素手でやるとね、どうしてもこう指が痛くなるので、ここをもうちょっと柔らかくしてくればよかったです。あと本体にガチャッとはまってほしいです。少しこう浮いてるような感じなんですよ。でもこれ以上押してもね、もう入らないので、軽いんですけれども、できればこうガチャッてした方がより安定感が増すかなと思います。あとネルギアでは使えないと思います。やっぱり音がします。めちゃくちゃうるさいことはないんですけど、しっかり音は聞こえるので、寝るときは止めた方がいいかもしれません。静音性は低いです。あとファンが少し上の面を圧迫します。
コンパクト設計ではあるんですけど、ファンが少し上の面を圧迫するので、小型水槽だと邪魔になるかもしれません。利点は何かというと、ジェックスと比べて水面との距離が高いので、魚がファンに入り込む事故を少し軽減できます。ジェックスは少し低いんだよね。だからもしジャンプしたらファンの中に入り込む可能性があるんですけど、これは気持ちちょっと高いので、ジャンプしても小型魚なら入りにくいかなって思います。あと、水面を揺らしすぎないから水草水槽にも使えると思います。ジェックスはこう、ボーっていう感じだったんだけど、これはなんかふわーって感じなんですよ。だからあんまりこう揺れてないよね。水面をかなり揺れちゃうとそこから酸素が入り込むんで、 CO2 を添加している水槽だとねもったいないんですけど、これはそんなに揺れていないので大型モデルでも使えるかなと思います。あとは中間スイッチがついてるから、ジェックスみたいに本体についてるやつよりも安全で始動速度も速いです。ここでボタン消そうとしたらなんか指がね危ないんだけど、中間スイッチあるんでとても安全だと思います。今結構水位が高い状態にしてるんですけど、固定パーツに水が付着していないです。だから苔の発生も抑制できるし、このネジと固定パーツの間に魚が入り込むこともないと思います。結構上まで行けるからこれはいいよね。あとはこんな感じでね、角度調節ができるので、ちょっと強いなと思ったらこれを水槽の端の方にやってガラスに風を当てるんですよ。そうするとあまり水面が揺れないので冷却効果を弱めることができると思います。もちろんサーモタイプの方がねいいんだけど、ちょっと高いんですよ。だからこうね、角度調節してちょっと風量を弱めてあげることで、小型水槽からあまり熱くない日でも使えるんじゃないかと思います。あとはサーモスタートがとても小さいから水槽内で目立たないというのもいいと思います。音はするんですけど、点はたくさんあるので使いやすい冷却ファンだと思います。吹雪テトラ、はい、ということで、すぐに始動してくれてよかったです。でかいファンですが、本体は軽く安定感あるので、初心者の方でも問題なく設置できると思います。音はしますが、その分冷却効果が高いと思うので、一つ持っておくといざという時に便利だと思います。今日もご視聴ありがとうございました。この吹雪テトラチャンネルではアクアに関することを中心に比較や検証も行っているので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上、日装クールサイクロンビッグサーモプラスビッグの開放及び比較と検証でした。ありがとうございました。バイ。